この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日はどこに連れてってくれるのかな。いいな、てめえら。帰るぞ。キロさん。おいガブ。はい。お前何か言うことがあるんじゃねえか。いや。まさか。俺やギロさんに隠し事をするつもりなのか。いや、隠し事ってまさか。え、どうなんだよ。ダメだ、バレたんだ、オイラとメイのこと。おい、あ、意外やと、オイラはおいらは、おいら、お前体の具合が悪いんだろ。え、ああ黙ってちゃわからねえ。そうでやんす。ここんとこずっと腹の具合が悪くて、でダメなんでやんす。そんなことだろうと思ったぜ。いくらお前がドジでもこんな失敗ばっかりってら、いくらなんでも変だからな。すいませんでやんす。腹痛なら胃薬そうでも食ってすぐ治せ。そうしやす。ガブ。はい。すぐに言い訳をしなかった。そのことは褒めておいてやろう。
だがな、本気を出せない奴が狩りに加わる。それは仲間を危ない目に遭わせてるのと同じことだ。わかるな？はい、わかってますでやんす。たく、しょうがねえやつだなお前は。払いたくらい気合で治るだろ。気合で。気合じゃ無理だろうって。どうせ変なもん食ったんだろう。うんうん、引き返るとかね。そうそう、引き返るには毒があって白い液がじゅわーっと出てきてって、そんなもん食えるわけねえだろ。うんうん、じゃあ毒トカゲか。そうそうそう、毒トカゲにも毒があって黄色い液がじゅわーっと出て、あれがなんともこういい感じでって、それお前信じまうだろうが。ガブ、さっさと探して食っとけよ。はい。てめえら何しに戻ってきた。帰るぞ。まいっ。ガブ、遅れたでやんす。心配したじゃないですか。何かあったんですか。いや別に何にも。本当に？まあ特にはね。ガブ。え？大丈夫ですか？え？なんかいつもと違うみたいですけど。いや違わないっす。それより早く出かけるでやんす。やっぱり元気がないみたいですけど。そんなことないっす。本当に大丈夫なんですか？もちろんでやんすよ。そうかな。あ、おお、危ないでやんす。ちゃんと前を見て歩かないと。まさか。え、なんでやんすか？まさか私に隠してることがあるんですか？いや、そんな隠してることなんて。オイラたち秘密の友達じゃないでやんすか。秘密なのにまた隠し事なんて、そりゃまた、もう、ややこしくってね。はぁ、わかりやした。実は。実は？実は、説教。説教？説教をしまったでやんす。え？どういうことですか？群れに最近全然本気を出せない奴がいて、みんなに迷惑をかけてるでやんす。このままほっとくわけにはいかないっすから、ちょっと厳しく言ってやったんす。はぁ、本当は説教なんて。もしかして、え？ガブって狼のボスなんですか？ボス？そうなんでしょう。あ、いや、ボスではないでやんすけど。じゃあ次のボスなんだ。ね、ね。まあそんな感じでやんす。やっぱりガブすごい。そうでやんすか。で、今日はどこへ連れて行ってくれるんですか、次のボス。こっちでやんす。初めて見た。すごい綺麗。カップはボス、次のボス。普段はとっても優しいけれど、ほっとけないと説教しちまうよ。今日は楽しかったね。じゃあ明日はもっとすごいところへ行くでやんす。え、どんなところ？それは、ん？あ、明日のお楽しみでやんす。じゃあ明日もここで待ち合わせですよ。わかりました。あ、でも、え？明日は遅れたりしないでくださいね。あんまり遅いと私帰っちゃいますからね。たとえ次のボスでもダメですよ。絶好ですからね。わかりやした。
絶対に遅れないっす。狼に二言はないでやんす。ガブ？次のボス？オイラが？大変！私の方が遅れちゃう。メイ！どこ行くの？友達のところ。友達って最近よく会ってる例の友達か？行けるわけないだろう。なんで？メイも狼には気をつけるんだぞ。気をつける。ミイ。何？何じゃない。何度も言ってるだろう。狼っていうのはな、本当に本当に恐ろしいやつなんだぞ。あ、おいメイ、まだ終わってないぞ。急いでるんだってば。今日は絶対に遅れるわけにはいかないでやんす。おいガブ。おいガブ。なんだ、お前まだ腹が痛いのか。いや、もう大丈夫でやんす。よし、それじゃ行くぞ。ギロさんにお前の面倒を見ろって言われたんだよ。ほら行くぞ。行くってどこへ？狩りに決まってんだろ。早く行かないと。なんだよもう、真面目に聞く気ないのかよ。聞いてるよ。もしものことがあったら兄貴分の俺が叱られるんだぞ。そんなの大丈夫だよ。大丈夫だもんか。よし俺も行く。わーい、決まりだ。よし行くぞ。モロ、お前も来い。俺まだ食べてる。お前いつも食いすぎだ。行くぞ。あ、こらメイ。メイ、完全に間に合わないでやんす。約束したのに待っててくれるでやんすかね。ああ、なんだ待て。あ、いや、なんでもなんでもないっす。あれガブ、来てない。あ、なんだ。何があった？そよそよ峠に、そよそよ峠！うるせえ、話を聞け。で、一体どうしたんだ？そこに白いヤギがいたので、教えたら。白いヤギ！いちいちうるせえってんだよ。そしたら、ギロさんが急に。あ、これガブ！ガブに！あいつ！大変だ！ギロさんが！どうしたんですか？ねえ、取り囲おうぞ。はい。ギロさん、怖かったです。突然。
俺がなんか悪いことを。いや心配するな、ギロさんは昔な。いやなんでもねえ。だあ急ぐぞ。は、はい。惜しかったな。お前の好物の白ヤギは消えちまった。だがいい走りだった。え、何ですか。まったく、いきなり本気出しやがったな。まさかギロさんを追い越していくとは思わなかったぜ。こりゃお前もしかしたら次のボスになれるんじゃねえのか。これでよかったんす。メイは助かったんでやんすから。でももう終わりでやんす。メイがいないってことは帰っちゃったってことでやんすから。絶好ですからね。ってことでやんすから、もう二度と会えないってことでやんす。メイ、メイ、メイ。どうしてここに。あ、ごめんなさい。なんでメイが謝るすか。だって私が勝手に帰っちゃったから。だってそりゃオイラが遅くなったでやんすから、もう怒って。怒って。うわ、いい、私が帰ったのはここでゴロンとなって待ってたら友達が来ちゃったんです。だから仕方なく一緒に帰りました。ごめんなさい。あ、そうだったんでやんすか。おいらてっきり怒って帰っちゃったんだと。なんで私が怒って帰っちゃったりするんですか。そりゃだって、次のボスでもダメですよ。絶好ですからね。ああ、あれですか。でやんす。ああ、あれ。そう、あれ。あれは冗談ですよ。冗談？やっぱり全部聞いてなかったんですね。なんてね。わかりやした。今日は私も少し遅くなってしまったんです。メイも。だって私たちっていろいろあるじゃないですか。いろいろ。なんて言ったって秘密の友達ですからね。でも今日はもうお別れですね。でやんすね。じゃあ次はいつ会いますか。それはまた合図するでやんす。
うん、じゃあ楽しみに待ってます。今度はどこに行きますか？次のボスのガブさん、未来のボスのガブさん。あら、それは行ってからのお楽しみでやんすよ。今は教えてくれないんですか？ダメっす。何か一つ教えてください。お願い、お願い。じゃあガブ？眩しくて見えないでやんす。あっちの影になってる方でやんすからね。そんなに遠く？そうでやんす。すごいな、さすが次のボスですね。え？だってあんなに遠くまで行けるんだもの。あ、そりゃすごいです。ガブ、もっと遠くまで行ったこともあるんですよね？まあかなり遠くまで行っちまいやす。大したことないでやんすよ。すごい。いや、これぐらいどってことないでやんす。かっこいいな、やっぱりガブは次のボスですね。いや、ボスって。はい、あれ、あ、ガブ、だけ伝えておく思いがある。例えば深い霧の中、出口を見つけられず歩くのに疲れてしまったら、ためらう必要なんかない。僕の腕に強く手をかけて掴まればいい。 Wherever you areねえメイ、来週はどんなお話でやんすか？来週は私がオオカミでガブがヤギで伝説がうわーですよ。伝説がうわー？ということで来週はオオカミとヤギごっこです。お楽しみにでやんす。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。